おさり。昨日記者会見で九州電力は今日午前10時頃から制御網の引き抜き作業を始め、原子炉を動かすと発表しました。今日の深夜には核分裂が連続して起きる臨界状態になる予定です。まだ発電は始まりませんが、プルトニウムが核分裂を始めることになり、おさり。